皆さんこんにちは、アミアミカンクルクロシェットです。今回はこちら、ブドウの編みぐるみの作り方をご紹介いたします。今回使用するのはブドウ色の毛糸と葉っぱ色の毛糸、そして中に詰める綿とハサミ、とじ針、5号のかぎ針です。まずはニットボールを12個編んでおきます。今ここに11個編めましたので、最後の1個を今から編んでいきたいと思います。ニットボールの詳しい説明については、以前こちらの動画で紹介していますので、今回は簡単な説明だけにさせていただきます。輪の作り目をしてから、まず1段目は輪の中に細編みを6目編み入れます。輪を引き締めてから、始めの目に引き抜き編みをします。次に2段目から5段目までは、1周あたり細編みの数が12目になるように編んでいきます。今2段目が編めて、目の数が12目になったところです。このまま5段目まで編み進めていきます。5段目までが編めたところです。最後の段は細編み2目一度を繰り返しながら編んでいきます。糸をカットして、中に綿を詰めておきます。中に綿が詰まったら、口を塞いでおきます。これで12個目のニットボールが完成しました。
次にこのブドウの粒をそれぞれつなげていきます。まずは3つ、5つ、3つ、1つのグループに分けます。50センチほどにカットした糸を使ってつなげていきます。糸をとじ針に通してから最後の編み終わりの一つ下のあたり、このあたりに針を刺して反対側に貫通させます。少し糸を残した状態にして、また同じように針を通します。もう一つも同じように針を通してから、はじめの糸と一度結び合わせておきます。一度結んでから、出ている糸は中に隠して始末しておきます。これでブドウの粒3粒がつながりました。もう一つも同じようにつなげておきます。次に5粒のグループも同じようにつなげていきます。次に60センチほどにカットした糸を針に通して、最後に残った1粒のブドウの粒の下から、編み始めの部分の中心から反対側に通します。次に3粒の真ん中に通して、次
次に5粒の真ん中に通します。最後にもう一度3粒の真ん中に糸を通して、出ている糸端を中に隠すように始末しておきます。糸を始末しながら形を整えるようにしてつなげていきます。これでぶどうの本体が出来上がりました。次に葉っぱを編んでいきます。葉っぱは同じ大きさの葉っぱが2枚と少し大きめの葉っぱを1枚編みます。まず小さい方の葉っぱを編んでいきます。鎖編みの作り目をします。鎖編みを7目編みます。1、2、3、4、5、6、7、2目戻ったところに引き抜き編みを1回します。次の目には細編みを1回編みます。次の目には中長編みを1回編みます。次の目にも同じようにまた中長編みを1回編みます。次の目には細編みを1回。次の目には引き抜き編みを1回します。このまま鎖編みを1回編んで、先ほど引き抜き編みをした同じ目に針を入れて、また引き抜き編みを1回します。次の目には細編みを1回します。次の目に中長編みを1回。次の目にも中長編みを1回編みます。次の目に細編みを1回。最後の目には
引き抜き編みを返して始めの目に針を入れて引き抜き編みをします。ここで糸を15センチほど残してカットしておきます。同じものをもう一枚編んでおきます。次に一回り大きい葉を編んでいきます。同じように鎖編みの作り目をして編み始めていきます。まずは鎖編みを8目編みます。2、3、4、5、6、7、8、先ほどと同じように2目戻ったところに引き抜き編みを1回します。次の目には細編みを1回、次の目には中長編みを1回します。次の目には長編みを1回、次の目には中長編みを1回編みます。次の目に細編みを1回編んで、最後の目に引き抜き編みをします。鎖編み1目を編んでから、今引き抜き編みをした同じ目にもう一度引き抜き編みをします。次の目には細編みを1回、次の目に中長編みを1回、次の目には長編みを1回、次の目には中長編みを1回、次の目には細編みを1回、次の目に引き抜き編みをして、はじめの目に針を入れて、ここにもまた引き抜き編みをします。これで一回り大きい葉が1枚出来上がりました。糸をカットして、これで葉が全部で3枚出来上がりました。余った糸端を使ってとじ針でつなげていきます。まずは同じ大きさの2枚の葉をつなげます。軽くつながったら、もう一枚の葉をつないでいきます。
目の上1本をそれぞれ拾うようにしながらつなげていきます。3目ほどつながったら、あとは糸が見えないように始末しておきます。糸の始末をして、これでブドウの葉っぱが出来上がりました。次に3、40センチにカットした糸でブドウにヘタをつけながら葉をつけていきます。まずとじ針に糸を通して、ブドウの上のだいたい中心と思われる場所に糸を通します。とじ針はそのまま抜いてしまって、ヘタをつけていきます。まずは右側を上にして1回結びます。次に右側を下にして結びます。次に右を上にして結んでから、次に右を下になるようにして結びます。もう一回繰り返します。右を上にして1回、右を下にして1回結びます。ここで葉っぱをつけていきます。またとじ針に糸を通して、葉っぱの根元の一番端っこのところに、真ん中に糸を通します。このまままた右側を上にして1回、右側を下にして1回、
また同じように繰り返し編んで結び合わせていきます。ヘタが好きな長さまで結べたら、糸端を少し下の方に隠してからカットします。これでぶどうの編みぐるみの出来上がりになります。